マイヤ・サンドゥは、モルドバの政治家であり、2020年12月24日から、同国の大統領を務めている。ルーマニアの市民権も所持しており、母語のルーマニア語の他にロシア語、スペイン語、英語を話す。なお、サンドゥは、同国初の女性大統領で、NIS 諸国では4人目、東ヨーロッパにおいては5人目の女性大統領となった存在である。マヤ・サンドゥとも表記される。 1972年5月24日、モルダビアソビエイト社会主義共和国のファレシティ軍リシペニのコミューンで、獣医のグリゴリと教師のエミリア・サンドの間に生まれる。1989年から1994年まで、モルドバ経済研究アカデミーで経営学を専攻し、1995年から1998年まで、キシナウの行政アカデミーで、 国際関係論を専攻した。2010年、ハーバード大学のケネディスクールを卒業。2010年から2012年まで、ワシントン DC にある世界銀行の常務理事顧問を務めた。彼女は、同国の政党、行動と連帯党の元党首であり、2019年6月8日から2019年11月14日まで、モルドバの首相を務めた。 2019年11月12日に、モルドバ共和国社会党が提出した動議を受けた、不信任投票で101人の国会議員のうち63人が賛成したことで、サンドゥ政権は崩壊した。片らで、サンドゥは2012年から2015年まで、教育大臣、2014年から2015年まで、国会議員を務め、その後一度辞職している。 しかし2019年には国会議員として復帰を果たした。2016年、彼女は20年振りとなる直接選挙による大統領選にて親ヨーロッパ政党、尊厳と真実の基盤等を突破すの共同候補に選ばれた。しかし、その際の選挙戦で当人は、新動派の PSRM 候補、イゴルドドンに48%対52%の 差で敗れ去った。だが、サンドは4年後の大統領選へ立候補者として、再び足を踏み入れた。そこにおいてもドドンとの再選になるものの、この時の選挙戦では58%対42%と、大幅の差をつけて勝利し、見事雪辱を果たすことになった。彼女は2012年から2015年までモルドバの教育大臣を務め、2015年7月23日に、 モルドバ自由民主党からナタリア・ゲルマンとキリルがブリチの公認の次期首相候補とされた。2016年1月、オビディ・ウライチと会談するサンドゥ新たな親、欧州政党連合から候補指名された翌日、サンドゥは受諾の条件として、モルドバ国立銀行総裁のドリン・ドラグアヌと、検事総長のコルネリウ・ギュリンの辞任を公約とすることを求めた。 最終的にバレリウス・トレレツがサンドを退け、モルドバ大統領から首相指名された。2015年12月23日、彼女はイン・パ・シーユー・マイア・サンズという政党になった。2016年のモルドバ大統領選挙では、サンドは親ヨーロッパ派の候補者で出馬、投票に臨んだ二人の候補者のうちの一人であった。 2019年のいくつかの世論調査によれば、サンドゥは、モルドバで、最も信頼されている3人の政治家の中に、ランクインしている。世論調査基金が実施した最新の世論調査によると、サンドゥは24%で、26%のイゴル、ドドンに次2番目に信頼されている、政治家であるという結果が出た。しかし、古い他の世論調査では、彼女の順位は6位に交代している。 ホワイトハウスでアメリカのマイク・ペンス副大統領と会談するサンドゥ。2019年9月サンドゥのパスは2019年の総選挙で連立相手のアンドレーナ・ナスターセヒキール尊厳と真実の基盤等とともにオキウム選挙ブロックを構成し、モルドバ共和国議会の101議席のうちの26議席を確保した。2019年6月8日、マイア・サンドゥは モルドバ共和国社会党との連立によって、モルドバの首相に選出された。同日、モルドバ憲法裁判所は彼女への首相指名と、モルドバ共和国政府による任命を違憲と宣言し、2019年の憲法危機のきっかけとなった。しかし、6月15日に憲法裁判所は、サンドの首相指名、任命を違憲とする宣言を修正、破棄した。翌日、彼女は、 公の秩序の回復を呼びかけて市民が地元の集会に参加するのを思いとどまらせた。2019年6月、彼女は2017年3月にフィリップ前首相の決定による政府交換のロシア公式訪問の禁止を解除した。彼女は海外メディアへの初のインタビューの一つでアメリカ財務省にウラジーミル・プラホトニュクをマグニツキーポーノリストに加える。 要要請する意向を表明した。8月3では8月23日を通常の解放の日に変えてスターリニズムとナチズムの犠牲者のためのヨーロッパ追悼の日とする法案を作成する様要請した。この法案は彼女の連立パートナーである PSRM に反対され、モルドバの大統領で元 PSRM 指導者のイゴルドドンはこの日を 元の通りに祝うと発表して、サンドゥの提案を拒否した。親親のサンドゥ首相のもと、モルドバは EU に向けて歩み始めたが、党のサンドゥ自身は2019年11月12日に、不信任投票の結果、首相を更迭された。これにより彼女は新政権が発足するまで、職務執行者として留任することとなった。しかし、 2020年の大統領選挙で、親 EU と反腐敗派のプラットフォームで、振動派のドドンに対し勝利を収めたサンドは2020年12月24日、モルドバ大統領へ就任した。モルドバは現在、サンド政権の下で、欧州統合に向けて、再び前進する立場である。首相としての外国訪問キエフで、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談する。 サンドゥ、2019年7月サンドゥのキャンペーンロゴサンドゥは7月18日に2020年の大統領選挙への立候補を表明したが、第2ラウンドでは、親欧州派の候補者がいないリスクが存在しないので、他に親欧州派の候補者は必要ないと述べた。サンドゥは2020年10月2日に公式に選挙運動を開始し、ルーマニアごと、 ロシア語で2回の演説を行って、汚職、貧困との戦い、刑事司法制度の改革を約束する一方、ドドン大統領が後者を意図的に妨害していると非難した。1度目の投票で過半数を獲得した候補者がいなかったため、11月15日にサンドゥとドドンの決戦投票が行われ、総投票数の57.75%を獲得したサンドゥが勝利した。 彼女の勝利は、欧州連合の上級指導者のほかに、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領、カザフスタンのカシムジョマルト・トカエフ大統領、アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領、ルーマニアのクラウス・ヨハニス大統領らによって、祝福された。また、当初はドドンを支持していた、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領も、祝意を表明した。彼女は、記者会見で、モルドバは、 彼女のリーダーシップの下、モルドバの国益に基づき、ルーマニア、ウクライナ、ヨーロッパ諸国、ロシア、アメリカを含むすべての国と現実的な対話を行い、外交政策の真のバランスを確保すると宣言した。大統領旗を引き継ぐサンドゥ・サンドゥは2020年12月24日に共和国宮殿で宣誓した。数千人の支持者が宮殿の外でマヤ・サンドゥと国民、 国民はあなたを愛している。などのスローガンを唱えながら彼女を出迎えた。彼女は式典の中で国民統合を訴え、演説の最後にロシア語、ウクライナ語、ガガウズ語、ブルガリア語で話した。式典の後、彼女は大統領宮殿でドドンに面会し、彼女に正式な権力を引き継ぐ式典が行われた。同日、彼女は 首相代行のキ菊と会談した。菊が首相代行の留任を拒否したため、12月31日にサンドゥはアウレリウチョコイ外相を新たな首相代行に任じた。2021年1月27日、サンドゥはナタリア・ガブリリツァを首相候補に指名した上で、彼女のもとで政府のチームは、経済発展と汚職国家の制度の一層に重点を置いたプログラムを、 準備する任務があると述べた。2月11日、議会がガブリリツァの首相就任を否決したため、サンドゥは再び、ガブリリツァを新首相に任命したが、2月23日に憲法裁判所が、再度の新首相任命は無効と判断し、ガブリリツァ政権の発足は頓挫した。次に、サンドゥは、首相代行に留まることとなったチョコイを主犯とする、暫定内閣の閣僚を、 自らが任命できるよう憲法裁判所に求めたが、3月4日にはこれも無効と判断された。3月16日、サンドゥは新たに新首相として行動と連帯党党主代行のイゴルグロスを指名したが、翌17日、社会党はこの指名は違法であるとして憲法裁判所への提起を表明。18日、議会は新首相候補に、 ロシア駐在大使のウラジミール・ゴロバティウクを選出し、一方で憲法裁判所はサンディによるグロスの指名は合憲であるとして、社会党の訴えを3月22日に帰却するなど、議会との対立が続いた。2021年4月15日、議会が新内閣樹立に失敗したことを受け、憲法裁判所はサンドの訴え通り議会解散を許可する判断を下した。 4月27日に憲法裁判所が COVID-19 流行に伴う非常事態宣言を終了させる判断を下したことで総選挙を実施する障壁がなくなり翌28日サンドは議会解散の意向を表明し7月11日の総選挙実施を決定議会総選挙ではパスが63議席で過半数を正止勝利 ウラジーミル・ボローニン元大統領を率いる共産主義者と社会主義者の選挙ブロックは32議席、ショルトーが6議席にとどまり、サンドゥの親欧米路線が信任された。7月30日、サンドゥは改めてガブリリツァを新首相に指名し、8月6日に新内閣が議会によって承認された。議会12月28日、彼女は 議議会会派閥と協議のため面会した。め面し新型コロナウイルス感染症ルーマニアのクラウス、ヨハニス大統領はモルドバに閉じナメランのコビット、ナインティーンワクチン20万ダースを寄付すると述べた。翌年の1月16日、サンドゥは当局がトランスニストリアの住民に、ロシア製のワクチンのスプートニク V の接種することを容認すると述べた。ルーマニア12月29日、 ルーマニアのクラウス・ヨハニス大統領はモルドバを訪問し、サンド政権になって初めて訪れた外国の指導者となった。ウクライナ・キエフのマリア宮殿で偽状態の栄誉礼を受けるサンド・ウクライナのドミトロ・クレバ外相との会談で、2021年1月のキエフ訪問が彼女の大統領としての初めての外国訪問となることを確認した。 ウクライナ訪問中の1月12日に彼女は、ボロディミル・ゼレンスキー大統領と会談し、二国間関係の問題に対処するために、大統領理事会を設置することで合意した。また、彼女は、ベニス・シュミハリ首相やドミトロ・ラズムコフ最高議会、議長とも会談した。彼女は、無名戦士の墓やホロドモールジェノサイド、国立博物館を訪れウクライナ人の犠牲者に、 経緯を表した。ロシア彼女は TV8 チャンネルのインタビューで、貿易、輸出、ゾイドニエストル問題の解決などについて話し合うため、ロシアに行く準備ができていると宣言した。また、モスクワに行く前にキエフとブリュッセルを訪問する、意向であることにも言及し、より親 EU 的な姿勢を強調している。トランスニストリア彼女はザイモルドバ共和国添い、 ドニエストル地域ロシア軍作戦集団が沿い、ドニエストル共和国から撤退すべきだと述べた。また、ロシアの RBK テレビに出演した彼女は、作戦集団は弾薬庫を警備しているにもかかわらず、オーガフと弾薬庫に関する二国間協定はないと発言した。2016年9月にサンドゥは、 首相官邸に対する訴訟を起こし、破綻した3つの銀行に対する国家保障が承認された閣議の即記録の提示を要求した。当時の首相であったパベル・フィリップは、バンカでエコノミーへの緊急融資が決まった時の閣議の即記録を自身のフェイスブックページで公開した。その即記録には、モルドバ国立銀行総裁のドリンド・ドラグツァヌ、キリル・ガブリッジ元首相や、 教育大臣時代のサンド自身の発言が含まれている。最後には全会一致で決定が下されたことが書かれており、即帰には署名がなかった。2016年の大統領選挙の討論会の中でサンドが教育省だった2013年5月29日の閣議で空港のコンセッション先を決める投票をしたか、いを社会主義者のイオン・チェバン候補に聞かれた。これに対しサンドは 空港のコンセッション先について投票した、政府閣議には出席しなかったと答えた。しかし、社会主義者たちはアーカイブを解除、サンドゥが会議に参加し、キシナウ国際空港のコンセッション先を投票した、ことを示す、ビデオ映像を入手した。2019年2月21日、サンドゥと、オキュム選挙ブロックの候補者は2019年2月24日の、総選挙後に、 社会党、民主党、小さな党との連立はせず、これに違反した場合は、議員辞職するという公約に署名した。彼女は2019年6月初旬に、社会党との連立に同意したことで、この自らの公約を破った。2018年、サンドゥは、ルーマニアの指導者だったヨンアントネスクについて、公材両面ある歴史上の人物と発言した。モルドバのユダヤ人共同体は、 サンドゥの発言を強く批判し、公開書簡で次のように述べた。モルドバの法律に、ホロコースト否認とファシズムの賛美に対する制裁がない、ことは一部のオピニオンリーダーや政治指導者によるそのような行為に対して責任を問われないことを可能とし、歴史的事実を歪曲、修正し、民族間、宗教間の差別や憎悪を煽る公共イメージを作り出すことを可能にしている。 5のインタビューで、サンドゥは、この告発に対して、次のように答えている。独裁者4はアントネスクについての私の発言が、論議の対象になったことを後悔しています。ナチスであれ、共産主義者であれ、何百万人もの命が失われた20世紀の犯罪政権に対する私の態度はよく知られており、これを明確に否定する。イオン・アントネスクは、戦争犯罪者であり、 ユダヤ人とロマの人々に対する戦争犯罪のために国際社会によって正当に非難された。ありがとうございます。